かって右側ザスパ草津群馬、今日は白のユニフォームアウェーの FC 岐阜が向かって左から入場です。セカンドボールをもう一度右サイドに展開して船津、左足スペースへ山岸、オンサイドチャンス入れてきた、よっしゃ、いや決定機でした。最後はディフェンスラインのチェジュンギ、これ今最高の崩しでしたよ。さあここは取り返して中へチャンス、シュート、田中ゴール、先制岐阜、中に絞って田中、最後は左足、9分から20分になるところ、アウェーの FC 岐阜が先手を取りました。コーナーキック、庄司の右足ちょっと切るようなボール、逆サイドへシュートだ、うん、浮かせて抜けてきたチャンス、シュート、オフサイドはありません。難波のゴールで岐阜が追加点、いや欲しかった人が決めてくれましたね、決めましたね。まあこれあのふんわりした時間のあるあのボールでしたので、はい、あのかなりあの守備の方とするとですね、あそこの折り返しに対してこれまたあの先ほどのコーナーキックになったシーンと同じ、はい、ボールウォッチャーになってるんですよね、全体が。島から裏へ通って大本、サイドバックの大本の攻撃参加、ゴール前にはナンバー、逆サイドから古橋、ガッとセカンドボール、古橋、ロングカウンターからフィニッシュまで持っていきました岐阜です。おー、後ろからシュート決まった、決まったかと思いましたがサイドネットでした。いや今の肩の右足、形は良かったですけどね、長いボール高井に当ててセカンドボール岡田です。川岸からのボール、高井が競ってそのセカンドボール岡田が右足振り抜きました。おーっと、拾ってチャンス、田中流せし、ナンバー、うわ、右のポスト、シシのマイナス、フリーだ、田中、うわ、枠に救われました群馬です。いや群馬は救われましたね。あー、フリーだ、前を向いて山田、チャンス、ここはスペースがあります、山田が行く、山田からフィニッシュまで持っていきました。中にシシーニョ、逆サイドからは古橋も入っていました。おお、高い位置で取り返して待ってますから、高い、うわ、船津、ここでグラウンダー、そしてここでタイムアップのホイッスル、 FC 岐阜2試合連続のシャットアウト勝利、これで3連勝、5勝3分け3敗と貯金を2つに伸ばしました。群馬はこれで今シーズンは1分け10、これで4連敗の1分け10敗目ということになりました。